的に貼ってみてください。公式のミクを見るのは久しぶりかも。私もミクちゃんはいつ見ても可愛いな。初めて見た時衝撃だった、可愛すぎて。それにしてもグラフめっちゃ綺麗やね。なんかこう何 PSP とか髪のツヤ具合が変わってる。なんかもっと物質感があったけど、男のキャラデザーなんか古臭い。古だって一番最初期だよ、うん、メイコか一番最初期は。次に日本初のボーカル実在の場所男性ボーカロイドだよ。だってあ違う、日本語初の男性ボーカロイドはレオンだった。でデザインがダサいの、古臭いの。でも K じゃない、あのデザインした人は。誰がデザインしたかちょっと分かんないんだけど、 K じゃないのは確か。 K はミクからやった、ミクから始まったから。2番目か、懐かしい。ああこれあれだよ、PS、プレステのとは違うわけだから。あれあの時丸とか三角だったのかな。あ、確かに。やべ。お茶飲んでた。ファインって言われる。ダメ？パーフェクトじゃないの？クールがマックス。絶対 RLR でやろう。スティックじゃダメなの？スティックでやろうと思ってたのに。だってボタンから手離さなきゃいけないもんね、スティックだと。あ、でも左スティックでいいのかな。それで左スティックでいけるのかな。右スライド、あー、いや左スティックでもいけるか。タイミングよく話してねとかないないね。腰っぽい。もしや間違えた、逆だった。 Y 押しちゃった。十字キーにも対応してんのかな。してんな。じゃあ十字キーでこれやらないとダメか。ごめん、あれ L じゃなかった、普通に I だ。 I？ 家レバンじゃない、家版、家版ポルカ、家版、家版ポルカでいいのかな。超初期の曲だね。あー、家版ポルカでいいのか。これで多分ハチュネミクっていうのが流行ったんだよ。なんでしょ。え、これな、これ。あ、これでもいけんのかよ。え、ラールでいいよね、気持ちきた。しかもこれフィンランドだ。あ、ロシアじゃねえんだ。いや、ロシアは関わりはあったけど、この曲に関するポートし続けよう。あ、ごめん、いつまで押せばいいか分かんなかった今。なんか出てきた。マックスホールドボーナス、うん、なんか分かんない、ホールドマーカーの違いが書いてんじゃん、ホール。それだけ？水だけね。
こうか。あ、でも色違うじゃんこれ。なんかこう振動が来るわけでもない、ブーとかなったらちょっと分かりやすいのに。ハードにはねえのかよ。PV 分岐。そんなのあんのか。あ、成功 PV と失敗 PV みたいな。あ、そういうことか。バリリアラリサスダメダメダメ。実はもう音ゲーはだいたいこういうレイアウトね。ノーマル、ハード、エキスパート、エキストラ、エキスパート。全然実際一緒なの。何曲かなきゃいけない。アーティスト名どこにいるの。あ、あるあるある。ウォーカ、ウォーカだよ。ウォーカ、あれわかるよね。急にこうクリスタルピー、なんか男の声だけなんかやたらしょぼか聞こえるのよ、ね。まあ、嫌いな人はいるよ。ウォーカ、このミクちゃんは何なの、何が違うの。これは知ってるじゃん、ナイタンステージ、うん、LOL。 あー、これもあんのか、嬉しいな、大好きこれ。曲、そう、ね、年代が見たいんだけど。顕微鏡を何年の曲みたいな。まだ分かんない、諸説あるのかな。年代別なんてある、そんな風には曲だ、音ゲーでそんな風に分けてんの見たことねえよ。いや、あるあるある。なんだろう、これは知らないな。あ、オスターなんだ。コマだ、聞いたことないんだよね、有名だったけど。あ、いや、知ってるわ、ごめんなさい、知ってました。全何曲か、今ハテナもあるからまだ出てないやつ多い、うん、古いやつも多いよ、かなり。私みたいな解雇中でも喜べるし。でもあれなんだな、やっぱミク主要5人以外はいないんだな。当たり前か。すごい初音ニコニコ動画っぽいけど。でもこれ好きだよ私。こっち見てベイビーは知ってる。PSP にあったの。まあ、ようだしね。超有名だよ。懐かしい再発展。すげえ懐かしい。あんまりはまんなかったな。評価の割で。カラオケの曲。懐かしい。サブスティック、ガバーガバプロション。マジカル未来、マジカル未来ってあれ2016年じゃん、うん、じゃあ2000、その時の曲なんでしょう。ジムにある大好き声。100曲あんのか。いっぱいある。105曲ある。よく見る。書いてあったわ。もっと増えるだろうな。アンロッカーで。さっきハテナあったもん。
ターバグ。これのフィギュア欲しい。これ銀ちゃんなのこの声。あいつ。この曲、この曲じゃない。このゲーム、私をスイッチで欲しかった。ムービーバイって書いてあったから、あれはPV が流れてます、そのマックス。そうかもしんないね。この PV が流れるの？この PV が流れる可能性があるね。あ、これリョウなんだ。これ知らないな。もう大好きな役にね。F エディション。ファイナルエディションです。5人歌うってことこれ。5人じゃん、6人歌うってこと。あのカトゥーンでパクリ疑惑があった歌。お、一番小柄しだ。この曲好き。おもさくら。あ、これ CM のやつだろ。そうだね。リオは。全然わかんない。これはわかんない。これは知らないな。モゲだったって聞いたことあるな。ボッサ、ボッサ、トリノコシティだ。すごい好き。これはわかんねえ。新しい方かな。この辺全然わからん。これは古いやつだよね。聞いたことないけど。ダセえ、中指立ててる。もうネトゲ廃人ってあんま言わないもんね。言わねえし。時代感じるな。すべてが時代感じる。だって10年前だもん。みんな好き。初めての音。いや、わかんねえ。知らねえ。キノピオ、ピノキオピーか。聞いたことある。ジャケなんでしょ、こいつは。放送。懐かしい。あれ、これって暴走違うの？激昇、これって暴走だと思ってた。違うんだ。知らなかった。そうだったんだ。ハロープラネットだな。ささくれ。あ、ちょっと違う。なんかちょいちょいアレンジ入ってるよね。ミックスが違う。ちょいちょいみんな違うなって思ってたね。ハローワールドのパロディとか、ハローワーカー。2015年のマジカルミラクル。かっこいい。今のメイ、このメイコめっちゃかっこいい。メイコの曲って少ないんだよね。失礼しました。お、秘密警察だ。これ結構好きだよ。テトっぽいな、見た目。ファイヤーフラワー。ファイヤーフラワー、火花ってこと？花火です。花火だから火花じゃねえよ。花火だ。いや、火花ではあるけど花火だ。これおてつ、なんか聞いたことあるな。お、ゆうちゃぴーだー。ブラックロックシューター全然ハマんなかったな。頑張って好きになろうと思ってた。好きになれんかった。お、大好き。ダンスミュージック。
声がかっこいい。ジミーさんピーだ。ポピッポだ。懐かしい。マグネット。言語感覚はもうおっさんじゃん。10年前のやつしてやんよしてやんよって聞かないよね。10年前の歌引っ張り出しておっさんじゃんっていう。いやもうそうだよ、でもすげえそうだよ。あいやいや、あー合言葉戻っちゃうのかよ。横になっちゃうと曲名順になってる。曲名順だったよ、もともとどこまでやったっけ。ここの辺か。これミクちゃんなんだ。ゆかっぽい、ちょっとメランコリーメルトだ。メルトフロムアあのスーパーセル。スーパーセルってリョウでしょ、ね、なんでさっきあのあれカッチ向いてベイビーはリョウだったのにこれはスーパーセルなんだ。リョウって書いてある。え、リョウって書いてある。アルバムがスーパーセルのとこから来るんだよ。あ、ほんとある。モノクロブルースか。こんなジャケなんだ、指切りって。曲しか聞いたことないやつも多いからさ、ジャケこんな感じなんだってやつも多いな。うわ、懐かしい。リモコン、ナイトフィーバーシリーズはなんか流行ったよな。今聞くとしょぼいな。そうかな。お、音もなんかチープやし。でもかなり昔だからまだニコ動、素人臭い、素人めちゃめちゃ素人臭いみたいな。でもバズったの方が勝ちだから。何の話だよそれ。いやだからもう古いんだよ、古いし。なんかさ、10年前の話を古臭いってずっと言ってんのがさ、なんか気に食わねえんだよ。何それおかしいじゃん、だって古いんだろうなって話じゃない。なんかレトロゲーム見て古いねって言ってるのと同じぐらいなんか変な感じ。それはいいんじゃない。ドットガビガビして変だねみたいな言っててなんかそう言われてる感じがして、なんかすっげえ変な感じする。いや、それは違う。ポップステップで踊ろうか。お若多いな今。曲やってないけど20分だった。ほんとはな。よし、これで105曲見ました。何がいいですか。じゃあ俺やるわ。なんでだよ。なんか難しくはできないよこれ。ハードあるじゃん。ああ。どれで曲順じゃなく、あ、そうか。あ、Y で変えないんだ。難易度順。君の好きな年代順もソートで出てくるかも。キャラ順、成績順、ないよ。3だ。あー、見るだけってなんのかな。ハイスピード、このゲームでハイスピードいる、うん、まあいるのか。まあ画面好きして見やすいっていう。レバーと押しっぱ、線になって、お、え、難しい。結構でかい。あ、これファミコンの色なのか。 B が黄色で A が赤って、スーファミの色味に合わせてんのか。
か罰と勘違いじゃん。 SE の方がでかくないこれ。おお。確かに SE でかめかも。あ、ごめん、フォローしない。なんとかできるぞ。こうホールドしない。どのタイミングでホールド止めればいいかわかんない。おお、重なってた。押せてない。間違えたって書いてあるよね。まあ、ホールドじゃなかった。サクセス。これでムービー変わんの？僕やっぱ曲覚えるのは重要なこのゲーム。カラーになった。成功で。なるほど。このゲーム、楽曲の割には S がでかい。調整してないってこと。はい。すると、なんか起こるわけじゃない。なんか大きいの。あー、なにこれ。なるほど。そんなに多いと。なるほど。何しよう。ゲームは結構でかい。こんなにあるとな。SE でかいね。どうしよう。何もどうでにすっかな。アンダムってなんだ。マイク。あった。でも知らない曲だとあれかなと思って。やってよ、素敵な選べやる。違う、まあ小声もいいんだけど。もう出てる。幸福安心委員会だった。これ小説も出たんですよ。読んでねえけど。なんだ、ファンタあったんだ。なんだ、ファンタあったんなら、食べてる途中飲んでたのに。全部飲んじゃったと思ってた。あれ、私ハードにしたっけ。ノーマルじゃないの、俺。ファインだね。そんなこと言われてもクールがマックだ。リズム感これ難しいだろ。そうか。
と Y がない。あやんのかな、やんねえか。あ、間違えた。あどうしたいんだ今の YB でしょ多分。だけど YA とかないよね。そうだよね、 YB か XA だよね基本的に。押しにくいもんね。ワーストって言ったけど、あ、間違えた、こっちだった。やっぱディーバ苦手だから多分同乗式基本的に XA か YB しかないよね。これだってこれとこれできるんだからさ。ああ、まあそれではできるけど、なぜストライク、ハードとかノーマルだからじゃねえのそれ。え、ああでも YA もであんのかな。 X がさ、なんかバツと間違える。 PS の B をしてたら気づいたら慣れて、俺も慣れたから。あ、これじゃん。これ。プロジェクトディーバガチ勢ってよ、でも音ゲーガチ勢ってあんまりもうないのか。あ、ホールドしない。こう結構ファイン。はい、
なってたの。なってるの。ここでいいよな。でもあれ、ミクの衣装、一緒じゃねえかよ。で、だから出さないといけないじゃん。出さないとやってくんないの、この格好、これとかに。いや、これは一緒か。この格好はなんないかもしれないけど。あ、出さない、カスタマイズってあんじゃん。あ、全曲設定。楽曲で設定。楽曲で設定。あ、なんか、変わってね。多分、だから、最初っしょ。あ、そうなんか。多分、こう、プレイヤーランクが上がってお金みたいなのがもらえんじゃないの。この曲の衣装解放みたいなこと。あ、いや、別に。モジュールあんじゃん。モジュールあんじゃん。ほら。PV、あの、今 2200VP があるから、それでできんじゃん。俺どれがどれの曲だ衣装だかわかんねえからな。最果てミカわかりやすい。無限。あ、ソニック。ソニックがいい。ソニック、ソニック、ソニック買おうか。ソニック買われた。レーシングミニ。ミキミクもいいの、もしかして。え、フェイエンじゃんこれ。フェイエン買おうじゃん。え、何フェイエンって。え、何それ。これバーチャロン。バーチャロン。バーチャロンこれ。そうなの。なんかここにない曲もあるような気がする。どれだってなんかまだ全部見てねえから、ね、ちょっと待ってね。ダーク戦士、天使、サマメロ、サマメロよ。ソリチューこういうエイジスタイル、なんだっけ。これあれじゃん、ファンタシースターボーなんだよ。あーステージ、スターボイス、スターボイス、エイス、アブリック、ファンス、めちゃくちゃ多いな。かわいいこれ。ランリボンガール、特別じゃないんだな。曲のやつもあるけどね、うん、ちゃんとその人に合わせた曲にしてほ、あの服にしてほしいんだけど。確かに、いちいち変えなきゃダメなの。え、だからさ、そのデフォ曲、あ、っていうかあれじゃないの、解放すれば出てくんじゃない、そういう。じゃあどうで、さっきのステージの。わかんねえ。でもちょっと全部見してよ、やる前に。あ、ほら千本桜用のやつもあんじゃん。これ買ってみる。買っちゃったよ。雪ミク見たかったのに。雪ミク2014年ちゃん欲しかったのに。買っちゃったよ。やっぱ雪ミクあんじゃん。2014年ちゃんか2017年ちゃん。2017年ないじゃん。2016年で止まってんじゃん。え、嘘。あ、ほんと。いや、でもさっきなんか繋がってなかったね。ほんと？ほんと？確かに。V3 パンプキン。 P4D、 あ、 P4D じゃんこれ。 P4D あったあった、そんなん DLC にいたんだよな、これ。これなんかキャラだな、わかんない。H925、あ、いた !2017 年ちゃんだ、やったー、お金ねー。 あ、そっか、そういう風になるのか。もう、お金か、だからお金出して。エディット T。 エディットって出てくるんだ。あー、すごい。へー、すげえ、いっぱいあんだ。タッツアウェイ。あ、2019年ちゃんだ。18、17年ちゃんと14年ちゃんが欲しいです。フィルターがこれ処理イコール、なんかこんだけか。これスペちゃんじゃん、結構。マジで、ほらスペちゃん5って書いてあるじゃん。欲しいこれ。ないんだってば、50足んねえよ。すげえ、すげえいっぱいあるじゃん。マジで、マジですげえいっぱいあるんだ。カイトがこんなんかちょっと、カイト嫌いすぎじゃね。いや嫌いじゃないんだけど、カイトずっと批判してくる。なんだろう、この一個もさ、一個もカイトのことを褒めてないけど、昔の感じがすんだよね。それがなんでかこう言い合わせないんだよ。でもウロタンガーとかなかったの。あ、派生キャラいいんじゃん。ハク懐かしい。今もうテトしかいねえもんな、部活少女。もうわかんねえこの辺。あ、じゃあまあ別に歌いはしないけど、このキャラクターにできる。テトの曲なかったな、でも。あの、
出てこなくなっちゃった。え、これなんか有名なテトの曲とかもあるの。あ、スペちゃん会計。あ、会計は多分別なのか。また別なの。ちょっと安いのかな、カスタマイズ。いや、めちゃくちゃ必要なの。試着ないの、試着。これなんか熱くなってきたの。あの、布団だけ干してき。試着がね、背中。あごめんなさい。
クリアしよう。何？それでいいじゃん。
痛そう。お、ちゃんと PV じゃん。はは
下手くそー。これはフル PV やった。マジで、うん、PV 見たことあんの？途中まで見たんだけど、なんかあの曲フル。そうなんだ。うん、何カプチャ何かくれんだよ。私は次にやろうと思ってた。あれでも1000本だった。そういえば8の曲それしかなくね。あれこれ別に、あ、あーキャラクターが変えれるだけ。あ、歌うやつは変えれるのか。あ、そうなんか、衣装は別にその都度決めてくださいってこと。クエスト別。それでいい。やっぱグミとかはいねえんだな。Thank you.
え、うーん、進めるな。意外と辛いな。6分の1やりたい。ダメだ。ちょっと待って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 。ハードクリアできない私。あ、やべ、リトライしちゃった。十字キーの位置が理解しづらい。普通にできない。やっぱリーバー苦手だな。感覚的にできないんだもん、このゲーム。
同乗してるときに絶対あの下の方におすすめの同乗法みたいなのが出る。見えない。次は。下がると。さっきいっぱいやったくせにまだ1曲しかやってないんだぞ私。あれで1曲しかやってないの？やってないよ。なんか俺が知らない曲なんばっかだけど。そうなの？なんかそれで半分ぐらいはわかんない。古い曲も結構多い。イエローないね。君の好きな。イエロー好きなんでしょ。イエロー。うん。イエローってどんな曲？ああなるほど。なんかどういう曲だっけって言われると、なんか出てこない、バッと。あ、エレクトリックエンジェルやってないや。ハロープラネットあんね。あれやった。あ、でもあれに違うんだもんね。8の曲が長っ。高っ。7これ7か。結構難しめじゃん。6.5。メイコの服装自体は。内観星人ってあれ、あのリズムコースターにもあったじゃん。うん、そうだね。グルーブコースターだけど。あ、じゃあグルーブコースター。あれはナムコだもん。お、曲は TV が TV っていうか。ハロープラネットもグルーブにあったよな。言ったよそれ。え、ネルタン星人の話でしょ。ああ、これもあったよ。これもあったよねって今そういう話したじゃん今。ホールドを十字キーでやりながら、あるいは十字キーで やって、押しっぱにできるのが理想なんだ。本当に押しっぱなしすげえできるからさ。
おお、それは無理。初めて見れねえ。おすすめの方法はあるけど死ぬ俺。いや、まだまだ死にそうにないけど。ライフとステージクリアがあんのか。あぶねえ、ボーダーいった。ギリギリ。下手すぎた今のは。上のライフとステージクリアのあれがあ。スタンダード。下手すぎたのよ。結構難しい方だったね。これやっぱり曲ごとに自分でこう衣装チェンジしなきゃダメなのかな。そうなの？不便すぎない？不便すぎない？プレビュー買ったらプレビューできるのかな。まあそうなのね。な、長どうぞ長どれだよ。こっち見て、こっち見てプレビュー。でもなんかあれ、ね、これセットでしょ。覚えてるような気がするな。これメガネとか、その例えばあ、あと頭についてるのあんな。背中についてるもんとか、ね、これじゃねっけっていうやつあったんだよな、一個。おすすめ。あ、あんじゃん。あんじゃん。こういうこと？これだと思う。ハローワールドだけ。ささくれってだけじゃないか。でもハロープラネットだからいいのか。あ、だからその曲選ら、わかったわかった。じゃあだからもう一回だからこれで。あ、じゃあこれそうなんですよ。曲選ぶ前に買わなきゃいけないから、成功して、カスタマイズにして、なんとテンポの悪い。で、おすすめを見て、この曲のおすすめはって書いてあるわけ。あった。あった。そう、これこれ。ナチュラル。で、こういうえ、これでやんなきゃダメ、これ。ほんとはな。そうじゃないとできないの。楽曲セーフ隊、フィルター、ボーカルゲスト、あ、変わってる。あ、楽曲別設定になってる。あ、そういう風にやっていかないとダメなんだ。え、それ、その状況で別の曲やるとさっきの見た目になってんの？それともなってるよ、なってる。それとも通常に戻ってんの？いや、これで変えれるから。あー、ほら、普通にハードをさっきやったけどクリアできなくて、これぐらいだったらできないかな。なんかノーマル簡単なんだよ。ノーマル簡単。あ、ハードワード 5.5 で 5.5 だったらできないか。ノーマルは割と簡単なんだけど。見た目変えてよ。カスタマイズいって、まあでもこれ金貯まっていっぱい買っちゃえばもうなってるよね、とりあえず。何遊ぶかね。エレクトリックエンジェルの衣装ってなんだよ。そんなのあんのか。ないやつもある。PV だってねえぜ、普通に。PV 固定だもん。あ、でもこのゲームの評価めちゃめちゃ高いもん。ねえな。しかし PS4 の。あ、おすすめこれじゃん、やっぱり。聞いてる？え？おすすめやっぱこれじゃん。あ、これなのか。あ、そういうのもあんのか。
懐かしい。この人の曲あんま…でしかな、もっと作ってほしかった。できねえかな、ハードは。プレイステーション表示にもできるんだ、これ、アイコン。そうだ、こっちの方がやりやすいかも。結構難しいな。でも慣れたらな。でもフルだった。何の飛ばしもなかった。私がね、多分初めて買ったあのガラケーで、ガラケーの着歌だった。これの衣装ってなんだよ。アニメーションしかなかった。クリノコシティの衣装ってなんだよ。ないのこれ。普通？わかんない。おすすめとは書いてない。おすすめに飛ぶ。ないか。ないな、ないな。そういうのがあればいいの。うん、探したけどな。あった。でもロードそんな気になんねえな。音ゲー結構長げんだけど。確かに。いやこれ PS4 版に比べたら楽曲が激減していますって。あ、そうなの？そう。しかも DLC の。これでも激減してるんだ。いや、倍近く減っ
ってる。じゃあ半分ぐらい減ってる。200曲あった。昔は200曲あったんだ。うん、しかもその DLC のシーズンパスに含まれてるのがあの PS4 に入ってる曲だから、あ PS4 からやってる人からするとかなりがっかりな。確かに物足んなすぎるな。なんか SE 入ってる。全然行ってねえ。全然行ってない。全然ダメだった。まあ2回目だな本番。みんなの分買わなきゃいけないんだよ。みんなの分買わなきゃいけない。そう、みんなの分買わなきゃいけないあるよこれ。え、私やっちゃダメな。そうそう。あ、何やるかな。ウィーケンダーガール。3人分買えんじゃない。3人出んのこの曲に。出てるじゃん。ね、だからびっくりしてんだよね。歌うのミクだけだしこれ。どうなってんの？ゲストがいんの？とりあえず肉を買って肉だけは欲しいな。探すのがだるい。本当だな。何この仕様。いや違うのか、俺らが間違ってるのか、なんかあんのかな。アジテーション聞いたことある、うん、あった。バッドボーイだって。かっこいい。バカにしてんだろ。お前、まあバカにしてんだろ。バッドボーイ。ジェネラルだって。将軍だぜ将軍。ジェネラルって。
見て、だって顔見えないんだよ、もうかっこいいじゃん。かっこよすぎるだろお前。バカにしてんだろ。アミガちゃんバカにしてるから。じゃあハードだぞこれ。やばい、ダメ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 、間違えた。十字旗、十字旗。違う、ハロープラネットに戻っちゃったよ。違う、楽曲成績順じゃなくてオール。A、これ何、外ま曲名順で、あ、ハッピーですね。これ変わってる？でもまあ、金じゃねえや、服は手に入りやすくはなってるな、すごく。そうだね。うん、すごくそれはいい。そこストレスあったらちょっとだるいかな。最初からその衣装でやってほしいんだよ、ほんと。8の曲が砂の惑星しかないな、びっくりしたな。DLC かもしんない。今、お若の曲って誰が権利持ってんだろう。おー、バンド曲なんだね。久しぶりワンツーさんっていうあれ聞いたの、カウント。ああ間違えてる、反対だった。今回は難易度は高いですか、じゃあ。同乗詞は難しいから、今作は難しいんだ。ん？歴代プレイヤーからすると同乗詞が難しいとか言う。ああ、これ苦手、マジで。すげえ、歌詞が出てる。難しすぎんだけど。右左がさ、苦手すぎて、なんかどっちがどっちか分かんなくって、苦手あれ。ノーマルに全然いかんかった。もう一回やりたい、悔しい。アンクアップ、イエーイ。取られるし。
ぎって見えません。あの背景も。でこれ不安なんだよ。これだってハード7だよこれ。ナレーター星人。あれおすすめだこれ。だってなんだつまんないよ。だってこれこの子が踊るんだもん。あじゃあ PV これ。PV この子が踊るんだ。じゃあこれ PV じゃあこれ。オリジナルかな。でも2枚しか絵ないよ。あそっか。なんか単純な PV っていうかまあ。いや2枚じゃだけじゃないけどあんまり絵面に変化ないよ。あちゃんと踊ってくれるの。あ後ろにいるでも。中出てきた。矢印はちゃんとあの流れる方は決まってるところを見よう。 E がエクセルなのか何がどうか。 E 右左が分かんない。普通にこっちでやった方がいいかな。一緒じゃね。右が左か分かりにくいっていうようなことだったらどのボタン押しても一緒だ。いやなんかこうこっちだと LR だ。 LR ってなんかそういうものでなんか右左にならないんだよ。なんつうの伝わんない。なんだろう、 LR はなんか右左どっちだか分かんなくなるの。いやどうしようかな、どうしようかな。もうやりたいのいっぱいある。あつがい小枯らし、あ秘密警察やりたい。よかった5人じゃなくて。大丈夫、あの5人いたらどうしようかと思った。これキャラクターを、うん、いやだからさこのカスタマイズさ5人いたらどうしようかと思った。秘密警察 PV5 人だよ。 PV っていうか立ち合いなんだけど。これはあ
すすめに飛ぶください。ダーク天使ね、こんな見た目してたっけ。ミックスモード面白いのこれ。ミックスモードやろ、せっかくスイッチやし。こっちやろうかな。ちゃんとライブハウスでという箱でやってる箱で。ちっちゃい。わあなんだあの囚人みたいなやつが。ああそっか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 。警察ないなと思って。そう見え伸びてたら分かりやすいんだけど。伸びてないとどっちかって。あ、間違えた。苦手。お、最後の演出が決まった。折に届くのやだ。でもさ、あれサクセスになったかな。サクセスなっただ。なった。最後のやつ、最後のやつがあの決めのやつだった。なるほど。あ、できるサクセスなってないと思った。ゲームこれか、これがミックスモードか。うわさん、これは面白いらしい。ラビンポリカの、はい、あラビンポリカはできないのか。ん、どうした？なってるの？なってんの？うん。ちょっと動いてねえね。なってるの？これ2になってる？これ2になってんね。1になんなきゃダメ？ダメかも。
なんかやゲームやるでもだいたい確認してくれないなったんだこうかこうかファンこうこうこうあこうかこうかこうかあなったなったなったこうだはいちょっとこれだと分かりづらいねこうしちゃうじゃんうんうんうんなるほどなるほどアームズ持ちすればいいねリネ持ちって言ってたもんだって最初ライトじゃできないのか確かにジョイコン買い出してわざわざこのゲームのためにジョイコン買い出す、まあ、ライトだけっていうのもちょっときついとこあるんだよな一部のゲームできませんだろう押しっぱでいいか完全に押しっぱでいいこっちもいいの？早く？こっちもいいの？あ、できた。マジで？あー、なるほど。エイムが難しくなる。なんか溶けてきてすごい下がってくんだけど。持ち手ちっちゃい。グレートエクセントか分かったよボタンはどっちもいいこの曲はできないねねロシアじゃなかったフィンランドロシアだと思った私もこういう話なんかノーマルがいい全曲分ないのもしかしてああ。のせなんかなんで切り替わっちゃうのここボタンでやった方がいいそうだなスピーカー好きじゃあこれでなんか、例えばね2017年ちゃんでもいけそう、イクメクPC 版出たら全裸モード作ろうぜ、早くん全裸モード作ろうぜ、毎回作るやつひどい全裸なんだ大体全裸なんだよ全裸か討伐
ない、全裸だと思う。エロくなくない？ギャグでやってんだよ。外れちゃうの。あんまり外れすぎると良くないよ、もしかして。あの黄色からさ、あんまり外れちゃうと良くない。こっちのボタンの R 押した感じがあんましない。絶対あるで押してください。失礼。もうちゃんと押してもらうと。あ、ハードはノーマルが最初。でやった方がいいなんか。横に行くと。あ、そうなんだ。うん。全部ある？あ、でも全部あるか？ちょっとわかんねえけど。あ、105曲って書いてあんな。あんな。あ、つがいこがらしやりたい。二人分なんだよな。これ全曲。全解放する DLC もあったよね。金かけて、そういうのもあんだ。金をかけてから。遊んでたらいつかできんだろう。そんな厳しくなさそうに見えるけど、うん、もう DLC 買わせるための一手間なんだけど、うん、
昔よりはだいぶ良くなったと思うけどね。かっこよすぎるだろう、かっこ。もうすげえ、すげえ言うじゃん。かっこよすぎるだろ、ちょっと。これはかっこよくない、普通に。普通にかっこいいと思うんだけど。そういう、こう、羽織みたいなものか。一番好きなキャラクター、書いてる。書いて好きだったよ、私。失礼だな。失礼だな。なんか妙、妙なダサさがかっこいい。かっこいいじゃんね。なんか愛着が湧く。いいね持ち。つか全然やってねえんだけど大丈夫かな。ずっとあるで押した方がいいそれ。なんか押した感じがしないあんま。でもこうやってこうするだけでしょ。そうそうそう。それ以外ね。最初、あの操作はシンプルだからできないかな。いや多分簡単だよこれ。てかなんか適当だよ正直言って。その、あまりもでかいからそれが。結構行くんだねこっちまで。あ、これ人に、いや、人にやってほしかった。PV 見たかった、私。背景がいいね。音だな。また書き下ろしたんか。この人の曲が好きでさ、この人目当てで買った CD は3枚くらいある。へえ。だってさ、こんなにメイコとカイトの声がかっこいい人いないよ。あ、これなメインなの？大体これでやってるの？大体これでやってる。あ、でも他の人もいるもちろん。難しくないんだよな。最後しようかな。簡単だからこっちの方が嬉しいけど。これって何楽曲、え、これっているの？なんか何がこれって、なんかそういう服があるの？これあんの、あんじゃね、 あんじゃね。だってさっき白黒じゃなかったけど、白黒だけど、だってさっきアンハッピーリフレインだってあったんだから、あんじゃね。これに
小坂大魔王に。アンハッピーディフリンだって白黒だよ。サイトもコンクリート多分、LR。 裏表ラバーズなのに、違う、別の服だったらびっくりする。あ、でも裏表ラバーズっぽい服してるよく見たあの色の服着てる。思ったよりポップ、色がすごい、なんか白黒で展開するかと思った様になるよ。他に何か機能がないのかな。どうしようかな、やりたい曲がいっぱいあるの。あれデコニーナの曲やりたい。どれがいいかな。ユチャピーの曲もやりたい。あーこれブラックジャックやろ。ユカやってないな、そういえば。これで全員やっと全員分のやつやった。
格好すごいっすか。バーテンダー、バーテンダー眼帯してたんだっけ。エロい。グミの曲と、やっぱディーバってグミの曲とガクトの曲はないんだね。ガクトじゃない、ガクポの曲。なかったかな。まあ、キャラがいねえし。なんか一時期出てたような気もするんだけど、出てないんだっけ、ディーバは。絶対出ないんだっけ。ああ、そっか、押さなきゃダメなのか。教えてよ。背景がすごい。結構贅沢なゲーム、背景もちろん。片目が多分包帯っぽいのやってるからちょっとストーリー性があるんですよ。まあ、あったっけ。ないわ。なんで片目が包帯で。ちょっと喋りかけないで。うん、グレート。もう終わり？うん。ああ、プレイリストを作ってそれで見てくださいってこと？PV。じゃあ PV を流し聞きすること可能なの？それいいな。これ、やばい。一二ゲームカスタマイズ。ギャラリー？ギャラリーかな？違うな。ランキング。ああ、そういうことがギャラリー。ああ、これか。オープニング？増えるのこれ。そんなにやった気しないんだけど、もう終わり。結構やってたよ、この人。そう。そんなやってなくね。2時間ぐらいしかしなくね。ゲーム操作。ああ、これだ。同乗サポート。待ってね。キーコンもできる。
専用コントローラー、ああ専攻あるんだ、ちゃんと。これちょっと、ああ、あーこれだ。 X が分かりづらくてさ、これあの こっちの方が分かりやすいかもしれない。クリアボール失敗じゃん、ボーカル。あ、確かに歌ってなかった、失敗自身。これだ、アイテムアンロッキー。ズンパス、ズンパス5000すんの、たっけ。まだこれ全部じゃないでしょ。あ、ナセツとムクロある、炉心誘拐ある、壊せ壊せがある。うわーすっげえ懐かしいやつばっかりだな。え、まだ終わっ、右肩のチョランじゃん。あ、でももうこれ自体は変えちゃうんだ。うん、もうこれは遊べる普通に。あ、パッケージだ、千年の特装カール、やりたい。パッケージあんじゃん。そう、炉心誘拐、そっか、あれなんだね、 DLC なのに炉心。あ、イエローここにあんじゃん、ねえなと思ったら。ラセツとムクロやりてえの、懐かしいから。どういうことなの懐かしい、かわいい。これなるほどね。あれあれこれか。衣装も追加。衣装もだよな、これ。そうなのかな。ん？待って、ズンパスがでも5000円だろ、これ。何個まで？ズンパスは。あ、6はまだなんか。あ、じゃあ、ズンパスの方がいいね。うん、まあ、そうだね。これは絶対ズンパスの方がいいね。私ので欲しかったな、このゲーム。君、そんなに遊ばないだろ、だって。そう。